七子ちゃん苦しそう。必死に戦ってる。クマくん最後に見たのってここだよね。あんなに七子ちゃんのこと心配してたのに。ったく、犯人探さなきゃなんねえって時に何やってんだあいつは。警察はもう動いていませんし、全て僕たちで調べるしかありません。改めて小西さんと山野アナの件に絞って情報を集めましょう。でももう半年以上も前のことだよね。今さら新しい情報とか出んのかな。けど弱音吐いてらんないだろう。今は真相を理解してるのは俺らだけなんだ。それに今だから思い出すことってのもあるかもしれないだろう。明日手分けして町中聞き込みしようぜ。で夜に集まって結果を報告だ。クマさんのことも何か分かるといいな。やっぱ本物の警察みたいにうまくはいかんね。一日中歩き回ったけど大した収穫はなし。私も同じ。真犯人どころか事件に関する話自体全然出てこなかった感じ。右に同じ。てか私の場合こっちが質問攻めで全然本題に入れないんだもん。死ぬほど面倒だった。こんな狭い町で誰にも見られてないとか、犯人どんだけ巧妙なわけ？どうする？とりあえず肉丼一つ。そうじゃねえだろ。けどまあ食べてからにするか。俺カニ玉チャーハン。じゃあ俺はチャーシュー麺倍盛り。お腹も膨れたところでさ、みんなが聞いてきた情報少なくてもとりあえず交換しとこう。でまとめると、新しい情報は特になし以上。最初の2件について警察は初動の聞き込みに異例なほどの人数を割いてました。それでもこぼしたような情報を半年以上も過ぎて拾うというのは
やはり難しいですね。まず不審者の目撃証言がない。小西さんはともかく山野アナには熱狂的なファンもいたようですが、状況は同じです。てか聞いても聞いてもそっちのけで、どいつもこの霧のことばっか言いやがる。あとは真夜中テレビのことばっかり。クマのことは聞いてみたけど誰も知らなかった。もう本当どこ行ったんだろう。ナオトの方は何かないわけ？新しい推理とか。新情報まるでなしとなるとどうにも。ですがこの町のどこかに全ての条件を満たす人物が必ずいるはずです。小西さんと山野アナの2人と何らか接点があって、しかも僕たちの行動をある程度継続的に把握することができて、何より先輩の自宅に怪しまれずに近づけた人物。ちょっと考え直してきます。雪だ。道理で冷えるはずですね。さっぴー。でも確かにこっちのが頭が冴えて推理も働く気がするな。あ、もしかして雪か。こんだけ霧が濃いとせっかくの雪も紛れちまってよく見えないな。どうした？あの人がどうかしたのか。足立刑事ですか。確かに警察関係者というのも一つの考え方ですね。目撃証言が不自然に少ないことの説明もつく。生ためのトラックが証言に出なかったのと同じです。こんな小さい町じゃいろんな人に私的に顔知れてたりもすんだろうしな。
まして肩書きが刑事じゃ怪しい人物としては浮かんでこねえな。あるいはそれを利用すれば情報を隠すことだって可能かもしれません。そっか、聞いてると一応ありだな。けどってことはつまり足立さんかもってこと？足立だぜ、絵に描いたみたいなあのヘタレ刑事だぜ。俺たち本当に真相に近づいてる？実はその足立刑事についてですが、なんというか、実は以前から何かがどうも引っかかってて。引っかかる？ただの気のせいかもしれないし、何とも言えな。くしゅ。いやー、寒っ。もう十分冷えたよな。中戻ろうぜ。足立さん？そんな、だってあの人、山野アナの身辺警護だって言って。まさか、来ていたんですか？山野アナの宿泊中に。山野さんがうちに泊まってた時、マスコミが宿まで押しかけたの。その時、足立さんが身辺警護って来て、有名人は大変だって中井さんが話してた。身辺警護？宿泊はしなかったんですね。足立さん、山野アナのこと知ってたのかな？山野アナのことは分かんねえけど、あいつに声かけられた女、クラスにいるらしいぜ。昼間聞いたんすよ。ま、警察なんざあんなもんって思ってたし、関係ねえって思ってたんすけど。山野さんの死体発見者である小西さんにも、足立刑事は何度も聴取しています。情報が少ないゆえだと聞いてますが、アリバイの固い発見者を何度も聴取するというのも不自然ですね。他に目的があったとか？それが二人と足立さんを結ぶ線。考えてみりゃ、足立さんと俺らって結構いろんなとこで会ってるよな。その度言い過ぎちゃったとかって警察の内情話してたけど、あれって俺たちを踊らせるためだったとか。脅迫状だって簡単にポストに入れられる。っていうか、証拠隠滅もできるよね。じゃあ、本当に足立さん？とにかく、あくまで可能性に過ぎませんし、すぐに確認した方がいいですね。どうも、お世話になってます、白金です。事件のことで少し気になることがあるので、足立刑事と連絡が取りたいんですが。え？搬送？これから？はい、どうも。搬送って…足立刑事は生ための搬送準備で病院に行っているそうです。すぐに向かいましょう。
あれ、君たちなんでこんなとこに？そうだ、堂島さん知らない？病室から抜け出したって言われて。いくら釘刺してもすぐどっか行っちゃうんだから。やれやれ、生ための搬送も終わったし、これで帰れるはずだったんだけどな。搬送終わったんですか？前から思ってましたけど、ずいぶん急ぐんですね。え？ああ、うん。だってほら、堂島さんや奈々子ちゃんとこのまま一緒じゃさ。君たちだってその方が良かったろ？それより君たちこそ何しに？奈々子ちゃんの病室はこっちじゃないよ。堂島さん来ないうちに帰った方がよくない？また捕まっちゃうよ。足立、生ためはどうした？なんだか今日はえらく騒がしかったが。堂島さん、こんなとこで何やってんですか？生ためならもう搬送しましたよ。報告しようと思って探してたのに。搬送しただ？おい、誰がいいと言った？奴にはまだ聞きたいことが残ってんだ。堂島さん、勘弁してくださいよ。最初の2件の殺しが引っかかるんだ。奴は動機もいまいちだし、アリバイも固かったはずだ。証言で埋まった穴も多いが、そこだけは未だに引っかかる。まった刑事の勘ですか？でももう搬送しちゃったし、僕に迫られても困りますよ。君たちもさ、いい加減もう帰ってよ。警察の仕事の邪魔になるからさ。なんだよ、今日に限ってバカに仕事熱心じゃないか。いやだな、僕はいつだってちゃんとやってますよ。堂島さんも自分の仕事してくださいよ。おとなしく怪我を治すって仕事をね。お前ら、こんなところで何してる？確かめたいことがあってきたんです、足立さんに。山野真由美が消えた時のこと？消えた時って言われても、なんとも。見てたわけじゃないし、何ヶ月も前のことだし、急に思い出せって言われてもな。聴取？そりゃしたよ。遺体の第一発見者だからね。まあでも彼女何も知らなかったから、1、2回ちょっと話を聞いただけだよ。聞きたいことってそれかい？どうしたの一体？脅迫状？彼の家に届いたものです。今は警察に渡っているはずですよね。いや、よく覚えてないけど。おい、覚えてないだ？あれは鑑識と組んで調べるようにってお前に渡しただろう。忘れたのか？あ、すいません。あの後すぐ堂島さん事故ったりして慌ただしくなったもんで、つい。それにあんなのただのいたずらでしょ？
なんすか急に質問攻めにして。なんなのこの雰囲気は。もう堂島さん、そろそろ病室戻ってくださいよ。そんなんだから怪我治んないんですって。君たちもとっとと帰りなさい。だいたい今何時だと思ってるんだ。じゃ、僕は戻りますよ。署に戻って報告しなきゃならないんで。その前に最後の確認をさせてください。最初に殺された二人は実は生ための仕業じゃないとはっきり分かったんです。別の誰かが殺したんだ。足立さん、知りませんか？何を言ってるのか意味がよく。てめえなんじゃねえかって言ってんだよ。バカ言うな。そんなの生ためが全部入れたに決まってるだろ。今なんて。全部入れた？入れたとか入れないとかってのは何の話だ。お前手口について何か知ってるのか。まさかこの前のテレビがどうとかってあの話。そうか、今わかりました。足立さん、実は僕は過去のあなたの言動の何かがずっと引っかかっていたんです。何とは分からなかったが、違和感があった。堂島さんの事故現場で、僕が生ための日記を読んだ時のこと、覚えてますか？未遂で助かって世に出なかった3件目以降の被害者も書かれてる、と僕が言った時、足立さん、あなたはこう言ったんだ。すごい、そりゃ決まりだね。何が決まりなんですか？あの時警察はまだ事件に未遂のケースがあったなんて知りもしなかった。おかしいじゃないですか。しかも数日消息がつかめないなんて無数にあることだ。なのに僕が読み上げた名前に異論が出ないのもおかしい。答えてください、足立刑事。知らないよ。忙しいって言ってるでしょ。待ちやれ、おら。足立、くそ、足立。おかしいな。確かにこっちへ逃げたはずなのに。ちくしょう、どこへ消えやがったんだ。いたか。警備室に問い合わせた。誰も私を見てないし、出入りの記録もない。この病棟からは出てないはずだ。必ずまだその辺にいる。ここから出てない？探したけどどこにも。あの野郎。堂島さん、まったくあなたって人は。すまん、ちょっと動きすぎた。直す気あるの？これ以上やったら交渉残りますよ。前も大変だったの忘れたの？そうだったな、すまん。頼む、足立を見つけてくれ。このままってわけにはいかない。
病棟から出てないってまさかとは思うけど。うん、多分そうだと思う。だって犯人なら入れるはずでしょ。こっから中に入ったってこと？逃げた方全部見て回ったからな。狭いし見逃さねえよ。相当追い詰められてましたから中へ逃げ込んだ可能性もあるでしょう。でもこれでもし中にいるとなれば逆に動かぬ証拠です。やろう、マジかよ。でどうするんすか。ここから入るのは無茶だと思う。このテレビ使ったって確証まではないし、どこに出るかわからないもん。いつも通り昼にジュネスから行こう。大丈夫、万全にしてけばあんなヘタレ男一撃だって。재미있게보셨나요?영상설명에있는블로그사이트에서여러가지소개해드릴내용들도있으니부디방문해주세요.채널구독및좋아요눌러주셔서응원꼭부탁드립니다. 시청해주셔서감사드립니다.